十字章建設大木です。よろしくお願いします。今日はこちらですね、大馬の家というお名前を付けさせていただいたルームツアーをお送りさせてもらいます。まずは概要を説明させてもらいます。こう今ブロックで仕切られた部分ですね、の敷地全体で116坪あります。これをお節さんと一緒に土地探しから一緒に進んでいったお家になります。もともと築25年、30年ぐらいの古いお家が建ってたところを、こう中古住宅で売ってたんですけど、そこを解体さら地渡し、もう家の価値はなかったもんですからね、こう解体さら地渡し受けて平屋を建てたという形になります。はい。家族構成としては、ご家族、ご夫婦とお子さんが一人の3人で暮らされるお家です。建物としては建物の中の床が張られている部分で 27.9 坪で、ポーチとかこうウッドデッキ部分とかその辺の全部を合わせて、いわゆる施工面積というところで 38.3 坪のお家になります。見た目的には少し大きな 38.3 坪の大きめの平屋になりますけどね、家の中は 27.9 坪のね、ちょこう広いところとこう狭めるところ、こうコンパクトにするところをメリハリをつけて建てたお家という形になります。このお節様は非常にこう住所のお家をたくさん見学してくださって、非常に深く気に入ってくれて、こう居場所のいいところが好きみたいな、そんなお家の中でモデルハウスをね非常に気に入ってくれて、こう建物、いろんなものを採用してくれてます。なんで、まず、瓦なんかもね、こう、和瓦にして、こう、寄せ棟、いわゆるこう、真四角の建物がこういう、両サイドが寄ってる屋根ですね。寄せ棟になっているので、正面から見たとき、横から見たときも、屋根が全部、建物もこう、シンメトリーになってます。左右対称ですね。全体の形が左右対称。で、建物の中もシンメトリーをちょっとモチーフにしながらデザインをしているので、その辺も後ほどね、案内させていただきたいと思います。はい。では、次はお庭の説明ですね。敷地が広いので、この建物の南側、結構広めにお庭取れてます。全体的には砂利敷き、リビングの前なんかには芝生なんかも盛り込みながらという作り方ですね。住所がこういったお庭も、もう設計段階から、ちゃんと、もう最初の段階から、こうお庭をセットで、建物とセットで設計するという形を取るので、こう、大きな窓を設けたらそこからお庭がどういう風に見えるのか、あとはこの敷地の最大の特徴である景色ですよね。周りに何もない畑とこう雑種地みたいなのが広がってくるので、こういったところを穏やかに過ごせるのをこう家の中からどう眺めるかみたいなことを考える。そうすると緑の配置と景色の切り取り方っていうのがおのずと決まってくるという、そういったことを考えるので、お庭をセットで設計します。こう建物に近い位置に植えられている、今回これもみじですね、からちょっと離れたところにこう緑の塊をつける。近くと遠くで遠近を演出しながら、こう塊を何個かつけることで緑の濃淡をつけるみたいな形の設計ですね。そうすることで距離感を感じたり、こう広がりを感じたりするので、よりお庭が広くなって、で、木陰の出来方なんかもちょっとこう点々点点とする感じがよりいいよねってなっていくわけですね。はい。で、ここ広いウッドデッキがあって、この特徴としてはこの屋根ですね。軒下空間って言いますけど、軒が深く出てます。この壁の部分から、こう、瓦の先っぽまでで、これで2メーターぐらいですかね。の軒先が出てます。なんで雨が降っても、本当にデッキの先っぽの方は濡れるけど、窓までは濡れないみたいな感じ。屋根の下でちょっとくつろげるっていう、そういう場所を作る。半外空間ですね。ができてます。今回これ見ていただくと、屋根の先、これ和瓦なんですけど、和瓦のところにこれ、トイがついてないです。もうトイなしという設計ですね。平屋なので、もう雨が落ちても、もう外に迷惑をかけずに、こう、雨が落ちていく。和瓦ってこうやってこう、均等にこう、R になっているので、雨が落ちるのが均等に、こう、均等に滴が落ちてって、こう、レインカーテンのようにシャーッと広がっていく形です。で、軒が深く出てるので、こう、ウッドデッキにも壁にも濡れずに、こう、下の砂利の方に水が浸透していく。雨は降ればもともと大地に帰っていくので、それを排水に流すんではなく、もう大地に返すっていう考え方ですね。同時に、トイがないので、そもそもないので、お金かかんないんですよね。それでいてメンテナンス、こう、つけてあればやっぱ塗ったりとか、20年、30年経って掛け替えみたいなのも必要なんですけど、そういうのもない。ただ、軒が出てないと、壁が濡れてしまうので、そういったところにも配慮しつつ、で、この瓦の裏が見えるっていうのが個人的にはすごく好きで、お寺なんかではよくこういう作り方してるんですけど、それをちょっとモチーフにしながら、こんなデザインをさせてもらったという形ですね。
この間も見学会の時、雨が降って、ちょうど、こう、レインカーテン体感していただいたお客さんもいるんですけどね。それをこう、濡れないウッドデッキからこう眺めながらというふうにしてました。はい。いいですね、お庭とこの景色。またこれ、室内行った時にね、どんな風に見えるかっていうのをちょっと体感していただきたいと思います。あとね、ここ、一個ちょっとポイントなんですけど、西側、これ本当建物の西側なので、ほぼ、方位としてはほぼ真南、ちょっと南がこっち向いてるぐらいなんですけど、西側にあえて窓も設けて、緑も植えてます。これ、時間帯によってはすごくいい景色が見れるので、また後でちょっと中見た時にね、説明させてもらいます。中から見た時にこの緑が見えるっていうのをね、メインにしてるんですけど、もう一個ポイントがあるのでね、お話ししたいと思います。はい。では、北側へ行きながらね、またアプローチの方から説明を続けますね。じゃあ、北行きましょう。はい。建物の北側来ました。道路ですね。道路が北側にあります。北側からのアプローチという形になります。で、これ北側なんですけど、北側にもちょっと緑を植えてあります。緑は、もともとあった一本。これ梅の木なんですけど、梅の木は残して、こう、生垣の中に残ってた梅の木ですね。やっぱ綺麗な花を咲かせるので、ちょっと樹形とかその辺はやっぱちょっと周りの庭とは木とは合わないんですけど、やっぱもともとそこに生息していたものをね、何でもかんでも取るというよりも、ちょっと残していくっていうのは、やっぱこう繋いでいくってみたいな意味でいいかなと思って残しました。で、それに一本木を生けながら、道行く人たちにもちょっと緑をお裾分けするという形ですね。で、ここ北側すごく街路樹が綺麗なので、街路樹とこの北側の緑なんかをこう家の中からもちょっと楽しめるよという、まあ北側個室なんですけど、個室から楽しむよという、そういう緑の植え方をしています。で、ポーチのすぐ横にも一本小さな木を植えて、これちょっと何ちょきからですけど、実がなる木をね、植えてあるので、で、そんなのを楽しみながら玄関アプローチ入っていくという形ですね。この設算ですね。非常に住所の家を好いてくれてて。まあそんな中でもさらに今までの住所を超えた住所を見てみたい。みたいな形のご要望をいただいて。その中で私が提案したのが、大人かっこいいっていうそんなお家どうですかっていう話をさせてもらいました。その中でこの一つですね。壁。玄関アプローチの壁の一面を、これ、大谷石があっています。栃木県で採れる日本でしか採れない石ですね。親石全面張ってあってちょっと壁を斜めにしてそこにインターホンとかこう照明がついていますよというそんなアプローチですね。ちょっとなんかこう大人チックな感じのアプローチになっているという形です。ではちょっと外壁のね外回りの素材の説明をさせてもらいたいと思います。先ほど南側でもお話ししましたけど、屋根は和瓦です。和瓦に、こう、寄せ棟ですね、になっています。で、外壁はこれもいつも使わせてもらってるジョリパッド T-3016 という素材を使ってますね。軒天はこれ天竜の杉です。天竜の杉にノンロットオークハート。これもそうです。天竜のこれヒノキですね。丸く、こう、加工されたヒノキにオークハートを塗っています。で、玄関の叩きは、これは三和土、いわゆる叩きですね。弥生という商品の洗い出しが使われています。で、親石を貼られて、あとはサッシは APW430 のトリプルガラスがはめられています。あと一個ね、木製サッシもここ使われているので、後ほどその説明もしていきたいと思います。いつも使わせてもらっている水栓をちょっとこうデザイン地区も見せながらという、そういうアプローチになっています。はい。では、中行きたいと思います。では、玄関の中入ってきました。玄関は入って、右手がリビング側。左手行くと家事動線の方、家族しか入らないみたいな家事動線に、この二手に分かれていきます。で、玄関入ると、まずこうステップですね。玄関の中でステップ入って、家のフロアラインですね。床のライン。で、この下なんかは、こう、このステップの下にこう、靴が入れられるようになっていて、こう、ステップのところでこう、どうぞ両方に行き来できるようになっているよという形です。で、こうなんかね、玄関収納。こう、下足入れが、ここにありながらという形で、こっち、リビング入っていきます。では、行ってみましょう。はい、玄関入って、右側ですね、リビング入ってきました。まずは、ここで、ダイニングと、奥が、ステップダウンリビングになっているという形です。ここはちょっと、ダイニング側もリビング側も少しだけ余裕を持たせた、ここがすごくゆとりのある空間になっています。はい。で、この空間の一番の特徴ですね。
先ほど外でこう屋根がシンメトリーになってるんだよっていう話をしましたが、ここの室内もそうなんです。リビング入ったこの正面のこの空間ですね、ここがシンメトリーになっています。このまず天井ですね、ここが一番大きな特徴なんですけど、天井も屋根と同じようにこう寄せ棟の形になっていて、この軒の一番高いところから中心にこう左右が対称になっている。窓の設け方も左右対称、その真ん中に大屋石が張られていて、この柱も左右対称、それに対してこの腰壁も左右対称になっているという、そんなリビング空間ですね。この左右対称ってこう特に意識するわけではないんですが、こう高さ的にも視線の広がり方もやっぱりこう左右は均等になっているって、すごく整った感じがするので、知らず知らずのうちに なんかいいなっていう、そんな感覚になる言葉をちょっと狙った設計になっています。こうシンメトリーの真ん中にソファーがあって、このソファーで座った時ですね、この視線の抜け方がこう先ほどちょっと外でもお話しした両サイドの窓に向けて、手前の緑と奥の畑、こっちも手前の緑に北側にある街路樹、それから空も眺められるっていう、こういう均等な眺めがこう楽しめるんですね。そういった意味でこう上から下までのちょっと大きな窓、こちら西側なんですけど大きな窓で設けさせてもらって、そういう視線の抜けも演出している。当然明るさもね入ってきます。夏だとやっぱり西日が入ってくるんですけど、ここなんかはちょっともう障子が仕込んであります。これでねちょっと西日を防ぎながらという形です。で、おめさんもいきなりこの話にしちゃいますけど、先ほど西に窓捨ててこれちょっと仕掛けがあるんだよって言ったんですけど、こう西日が緑に当たってこの障子に影を落とすんです。それがものすごい美しいので、またちょっとね映像も貼り付けておきますので、この辺もね楽しんでいただけたらなと思います。そういったところも狙いながら緑の設け方と火の取り入れ方というところになります。はい、話がそれました。リビングですね、このシンメトリー空間、ここには居場所がたくさん設けられています。これ住所の設計ポイントの一つですね。これもベンチになっていますよ。でもこの間見学会に来たお子さんはやっぱりここに座ってなんかお絵かきしたそうな、そんな雰囲気もありました。からテレビラックも全部作り付けられていて、で造作のソファーですねもなっています。ここはちょっと変わっていて、南側に畳が設けられてますね。畳、ここはベンチになってます。この畳の段差の下、ここは引き出しになってますね。なんでこう日の当たるいいところを畳で、ここにゴローンとしてみたいな、そんなくつろい方もいいでしょうし、ソファーをね背面にこう背もたれに寝っ転がってもいいでしょうし、このソファーの袖カメなんかね、こうやって収納になってます。携帯充電できるようにコンセントもつけながら、まあリモコンとかねティッシュとかそういったものがしまえるような、ちょっと袖壁、袖の部分ですね、収納にしているという形です。はい、でここで大きな特徴もこの窓ですね。これ先ほどちょっと外でも言いましたけど、これ木製サッシを使っています。木製サッシでこう高性能な木製サッシ、これノルドというメーカーの木製サッシですね。トリプルガラスを使って性能値が非常に高い窓になっています。このここからこの見える景色ですね、先ほど外で説明した緑がこういうふうに家の中から眺められる、ソファーに座ってながらちょっと横向くとこの大開口の緑、ダイニングからも緑が見えてというのが大きな特徴じゃないかなと思います。はい、後でまた外もね出てみたいと思いますので、はい、からこちらダイニングですね。ダイニングは円卓を採用させていただいて、この周りぐるぐると回れるという形です。余裕のあるスペース、ここなんかも腰掛けていた時にちょうど緑が視線に入ってくる、このシンメトリーのダイニングとかスーッとスーッと視線に入ってくる、この辺なんかもすごくいい場所ですね。ルームツアーしてる場合じゃないですね。景色見ながらのんびりとしたい、そんな雰囲気のお家になります。からその先ですね、ダイニングのこちら側にキッチンがあって、このキッチンのスペース、キッチンスペースの前に大きなパソコンテーブルがあるよという形です。でまずはちょっとキッチンの説明をねさせてもらいたいと思います。キッチン、これ2型と言われるキッチンですね。こうシンクがあって IH がある、これが別々の島にあって2型です。リビングがダイニングから見た時にここに家電が集まってます。家電がちょっと見にくいよっていうのが一つ大きなまずは特徴です。普通だとここに家電が並ぶところを、こちら側に家電を集約させることによって、こうこの作業スペースが大きくできる、からかつ見えないという、そういうキッチンです。ただしデメリットとすると、やっぱりこのシンクと IH が別々のところにあるので、野菜洗ったよ、さあ炒めようかっていう時にこう別の島へ行かなきゃいけないので、床が汚れちゃったりとか水が垂れたりとか、そういうリスクがあるんですけど、なんで床は、うちはキッチンなんか水がかかるので
なので、こう、木の木を使わずに、ここはフロアタイルというものを使って、こう、掃除が、メンテナンスがしやすいように。そんな、こう、生活の中の工夫をしながら、こう、食洗機巻いてますね。これ、ボッシュが、今回は採用されています。で、最大の特徴は、こう、キッチンが、こう、南側を向いてる。よくあるのは、リビング側見るっていうのもあるんです。別にそれがいけないわけではないですけど、今回はこの、南側の景色を大きく切り取るっていう、キッチンにしているので、こう、シンク周りで作業しているときに、こう、わーっと、景色が抜けていくよと。で、そこにパソコンテーブルですね、をこう、バーっとカウンターを作り付けてあるので、ここでお子さんがね、お勉強しているとか、ご主人がここでくつろいでるよ、なんていうのを、こう、後ろから、こう、優しい視線でね、こう、見ながら、こう、行くと。そんなパソコンテーブルが大きく作り付けられています。ここがいいんですよ。大きな窓ですね。これが APW430 のフィックスですね。開かない窓が設けられていて、もう3人ぐらい座れるスペースがあります。で、この普段はね、ハニカムスクリーンが植えられているので、こう開けてるとハニカムスクリーン全然の存在を感じない。で、閉めていけば、こう壁と一体化するような、そんなハニカムスクリーンなんですね。そんな風になってます。で、このパソコンテーブル、長いです。これ 4.5 メーターぐらいありますね。非常に大きく、ここは完全なオープンな空間、ここは一つちょっとだけこもるってるようなスペースがありながら、奥は完全にこもれる書斎になってるという、そういうパソコンカウンターがダーッと並んでて、そこから全て景色を切り取るっていう風になってます、はい、ここね、今ハニカムの説明しました。でもリビング側、先ほどちょっと障子が植えられてるよって言ったんですが、この障子ね、ちょっともう窓周りなんかも見ていきたいと思います。LDK 空間、さっきの大きな窓に対して、なんか、はい。これ大きな窓を開けると、まず外ですね。照準の前に、ここには格子網戸っていうのが仕込んであります。ちょっとこれ閉めてみますね。こんな感じで。これ格子になってるんですけど、格子の間には全部こう網戸が仕込んであります。なんで窓を開けて、こう風通したいよなんていう時も、この状態でこう風を通していくもいいですし、夏場なんかちょっとこういうふうに影を楽しむみたいな感じでね、こう格子をしつらえておくのも、またちょっと雰囲気が出てきますね。暗くなってちょっとお昼寝モードなんていうのもいいかもしれません。これもまたいいですね。格子越しに緑を眺めるっていうのも一つ素敵です。で、さらにここから障子が全部仕込んであるので、障子ちょっと閉めてみますね。で、こちら側も障子が閉められて、はい、全部閉めるとちょっと暗がりになって、まあ夜はここね、閉めて暮らされると思うので、障子の明るい、ちょっと少しのこう優しい光が差し込んでくるという、そんなリビング空間になります。僕の場合、障子は必ず、こう、窓を全部開放できるように作ります。障子って、こう、窓を横幅に対して、開けると半分開いて半分閉じるっていう風になっちゃうんですけど、それだとやっぱ、せっかくのね、こう、景色なんかももったいないので、必ず窓が全部開放できるような障子を作り方をしていくと、普段は存在はないけども、閉めると、すべて障子で、みたいな、そんな形になっていきます。ここも一つ特徴ですね。こんな、これもまたさらに落ち着く空間になるんですね。いいですね。まあ、障子はね、ただお子さんが破ってしまったりとか、そういった問題もあるので、もうこの辺は好き嫌いがあると思うので、好きな方はね、障子採用していくのはいいんじゃないかなと思います。では、リビングからね、今度こちらがですね、リビングの奥にプライベートスペースがあります。こちらのご説明をしていきます。まず、ダイニングの横にここ、収納があります。ここは本当に細かなものですね。もしまえる日々の書類だったりとか、文房具だったり、お薬だったり、そんなものを細かなところをいろいろ占めます。これだけあるとかなりのものが入ってくるのでね、ここに収納をしていきつつ、で、この奥がプライベート、寝室ですね。で、寝室の手前にトイレと洗面台という形になっています。まず洗面台がちょっと大きめに作っていきながら、こう、三面鏡がついていて、こうね、収納がこうなっていて、中にコンセントなんかも埋め込まれていて、で、こう、引き出し収納、こちらもね、大きめに作ってあります。で、その横がトイレですね。なんで、寝室の横がトイレなので、ちょっともう、老後なんかもね、考慮しつつ、こう、近いところがいいよね、という、そんなところですね。で、この奥が寝室になっています。寝室はこれで全部で 5.2 畳。本当にこう寝るだけの空間、ベッド2つ置いておしまいという形です。で、頭がこちら側の予定で、寝室両サイドにベッドを置いていくんですけど、ここからもね、先ほどの北側の道路の、
こう緑が眺められて、でその先の街路樹も見るよ、ここで寝てるとちょうどこう空が見えて、緑が見えて街路樹見えてっていう形になるので、これもまたいいですよね。もちろん寝室をちょっとちっちゃめの窓にしてるので暗めなんですけど、こうあえて寝る部屋なのでね、そういうメリハリのある空間という作り方しています。で、屋根がこう勾配天井になっていて、こう、うちの夏のエアコンですね、冷気が上のこの格子部分からこうほわほわほわーんと小屋裏エアコンの冷気が落ちてくるという、それでこの部屋が全体涼しくなっていくよという、そんな計画です。はい。で、お隣もまた今度はこうお子さんの部屋ですね、がお隣にありますので、そちら行きたいと思います。ここもトイレなんですけど、トイレ越しの先ほどの北の残した梅の木とまた街路樹が見えていくという形です。はい。トイレもね、結構ね、開けっぱなしで暮らしてる、僕自身もそうなんですね。家で暮らしてるともうトイレの扉開けっぱなし、なぜかって換気がしっかりしてるので、トイレの屋根によって一切部屋の中には出てこないんですね。で、便器も見えないので、こういう景色なんかと明るさ取り込んでいくっていうのも一つ、もちろん閉めていけないわけじゃないですけど、こういう手法も一つありかなと思います。はい。で、こちらがですね、玄関入った横のところでお子様の部屋になっています。はい。お子様の部屋もね、これ全部で 4.2 畳ほどなんですけど、ここにいろんなものを作り付けてます。ベッドここ置きます。で、こちら側に洋服かけられるところを、机、こう収納ですね。カバンなんか置きながら本を置いたりとかっていうのと、こうパソコン机、この辺なんかが作り付けでもう作ってあるよという、そんなお部屋です。これ 4.2 畳なんですけど、やっぱりここもやっぱ勾配で屋根が、天井が抜けてて、こうエアコンの風が落ちてくるよ。で、ここは頭こちらなんで、同じく、こう、街路樹が見えて、こう、梅の木なんかも見えていくよっていう、そんな窓の設け方ですね。はい。まあ、これでも 4.2 畳でも全然十分だねっていうふうな声は多いですね。はい。じゃあまた、リビング戻っていきましょう。はい。で、この玄関もね、先ほどの動線左手で向こう側で火事動線に戻っていきます。で、こちらのさっきちょっとだけ説明したキッチンですね。キッチンも向こうの火事動線の方へ行きますし、パソコンテーブル、こちらもパソコン、向こうの奥の方に動線行く。なんで、リビング側から奥の家族しか行かない空間へ、こう、3つの動線。で、ここでも当然ぐる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 回れるので、で、リビングも先ほどぐるぐる回れる空間ですね。なんで、すごく回遊動線をいっぱい対応しているっていうのが、このうちの間取りの動線の特徴かもしれないです。はい。じゃあ、少し奥へ行ってみましょうかね。キッチンから作業しつつ、あ、洗濯終わったかな、みたいなので奥へ行くという、そういう動線ですね。で、ここは動線の一つ、こちら行ってみましょう。パソコンテーブルから、先ほどのね、こっち側の広いパソコンテーブル、廊下から入ってきたとき、こういう視線もまた、こう抜けるっていうのね、景色いいですね、って言いながら、ここが書斎ですね。ご主人の書斎。これで3畳あります。机、パソコン机作り付けありながら本棚があって、ここはあえて大きな窓じゃなくて、ちょっと狭めの窓ですね。そこに腰掛けてくつろいでいくよと。こっちです。ここもいいですね。ちょっとあえてこの正面は緑はちょっとね、避けて、奥へ向ける視線っていうのを活かした作り方にしてます。で、ここはね、障子ですね。また閉まってもいいですね。こうね、絵本を読んでいくよっていうのも、こんな時間の過ごし方もいいかもしれません。書斎のパソコンからこっち側のさっきの 4.5 メートルのパソコンテーブルへずーっと南側にこう景色を取り込みながら座っている場所。オープン。ちょっとセミオープン、クローズ。そんなカウンターが、あっと一列に並んでいる。扉閉めればね、本当に独立してしまいますので、そんな書斎が3畳ですね。はい。で、その奥行くと、今度は家事動線、洗濯、収納の動線に入っていきます。先ほどのキッチンから、パソコンテーブル側から、玄関側から入っていくという形です。で、ここから先はね、ちょっと変わった間取りかもしれないです。ここは、家族収納、6畳あります。でも、この家族収納って、先ほどの寝室の横にあった洗面トイレがもう別にあります。通常、脱衣所の中に洗面所って設けられるんですけど、うちの場合はトイレ洗面が別っていうパターンが多くて、それがいいばっかりではないですけど、別に設けられているので、ここから先に入るのは本当にお風呂に入る。家族だけ。なので、家族収納、広い家族収納を廊下兼収納兼、っていう使い方。ここでお着替えしたりとかもそうですし、で、その奥で脱衣所ですね、になってます。まず家族収納。
家族収納はパイプ収納がいっぱいですね。上にパイプかけられて、下にも洋服をかけられるように。こっちも洋服かけられるようになって、ここ分電盤とか並んでますけど、多少物も置けますよ、という形です。で、一番近くには可動棚がいっぱいあって、キッチンのすぐ近くで、こう物入れパントリーとしてもね、使えるよという可動棚があります。で、こちらね、小屋裏のエアコンルームに上がっていく、作り付けの階段をね、今回は固定階段をつけました。で、ここから脱衣所です。この脱衣所も、ふっと入った時に、景色が広がるんですね。これもまた一つ特徴ですね。ここ本当に景色誰からも覗かれることがないので、なのでもうガラスも透明ガラスで中見える、外が見えるようになってるんですけど、もう視線が飛んでこないのでね、気にせずにお風呂入れるよという形です。で、ここ脱衣なので、お風呂入って洗濯して、ここに洗濯物干すよ。もう洗濯物干しも作り付けです。これも、あと真鍮でね、凝った形で全長の、こう物干し竿になっています。お風呂で入って洗濯をして干したら、すぐ隣の家族収納に物をかけていくよ。乾いたらそのまま収納しまって終わりだよという、そんな動線ですね。なので洗濯の動線をどうするかっていうのは非常に重要なので、こう、どんな、今どんな風な干し方をしてて、どんなところ困ってるかなんていうのを聞きつつ、じゃあこんな風な動線で室内干しをしていきながら、外に干していったらどうですかみたいな。室内干しをして、その外の収納にしまうと。この動線を最短にしていくっていうのはね、家事を楽にする一つの証じゃないかなと思いますね。で、今回ここに来たので、ちょっと一つ難しいというか、換気のお話をさせてもらいたいと思います。今までちょっと換気の話をしてないのでね、うちは換気、一種の熱交換、全熱交換の熱交換器を入れています。これ床下ですね、ここにスミカっていう換気が入っています。こんな感じですね。機械本体、今、ほこりのためにビニールかぶせてありますけど、ここに機械本体が入っていて、これが熱交換の全熱交換ですね。空気の入り口が東側にあります。で、ここで熱交換、室内から来た空気が全部熱交換をされて、また排出されていく。で、入った空気は、こう室内から全部、こう、わーっと基礎の下に排出されて、この中でまた戻ってきたのと熱交換していくという、そんな熱交換なんですけど、熱交換換気って何がいいかって、よくね、温度、湿度をこう熱交換をするので、もう冷暖房の多少の補助になる。もうこれも確かなところです。湿度を落としてくれるっていうのもすごく大きな特徴ですね。で、空気の入り口、出口を明確にしやすい。いろんなとこから空気を抜いて、いろんなとこから空気を出すんではなくて、一箇所から入れて、一箇所から空気を抜くっていう風になるので、そこも一つメリットです。ここなんかだと、お隣が畑だったので、やっぱり肥料の匂いとか、こう西側から結構してくるんですね。なので、いろんなとこから空気を入れちゃうと、それがいろんなとこからわーっと入ってきちゃうので、今回一升いつも使ってる中で、この空気の入り口を、あえて東側に持って行ってます。これはやっぱ匂いを少しでも、まあ東だから全くなくなるわけじゃないですけど、西にあると東なので今回のが全然違うので東に持ってきて空気を入れ込んで外へ逃がすっていうそういうことも配慮ができているのが一種のいいところ。そして、まあ僕が一番この一種熱交換、全熱の一番いいなと思うのは空気の質。これが整えやすいということです。やっぱりフィルターを介して本当に汚れたものをしっかり排除してから家の中に入れる。その入り口が一箇所だけですよ。出口もちゃんと一箇所ですよ。で、それが家中で空気が動かしやすい。そのための性能がしっかりしていれば空気が動くよっていうのが一番大きな特徴かなと思います。ただそのためにはダクト計画もしたりとか、空気の流れとかっていうのをしっかりと計画できないといけないので、これがメカさん任せだとなかなかできないので、そういう計画をされていくと、やっぱりこう空気の質がより良くなっていくのかなと思います。そんな機会がここに入っています。ちょっと換気はねなかなか難しい話でもあるんですけど、そんな換気を採用していますよというそんな住所証の換気システムです。はい、じゃあまたリビング戻って今度はちょっと素材のお話をねさせてもらいたいと思います。はい、行きましょう。ではリビング戻ってきました。今ね照明が全部ついてます。ここからちょっと照明含めた素材のお話をしていきたいと思います。はい、まず今回床ですね。まず床、床はいつもの通りうちは本物しか使わない。床はとにかく木材ですね。突き板とかシート張りとか建材と言われるものは使わずに、もう芯まで全部無垢の木を張っていきます。今回はブラックチェリーです。これうちではブラックチェリー今回初めての採用なんですけど、非常に大人な素材ですね。
これ、ブラックチェリーってこう素材が色を深く変わっていくので、このカウンターなんかもブラックチェリーが使われています。こう年数とともに深く変わっていく、大人の深さがあるっていう、そんな床板になっています。床がブラックチェリーから壁ですね。この壁はいつものようにケーソードです。今回ケーソードの中でも、こう、藁っていう色ですね。これ、従事用にちょっと色を作ってもらったものなんですけど、藁っていう色。ここの照明がついてるこのケーソードの感じと、こう、照明が照らしてない壁の感じ、ちょっと色の雰囲気が変わってきます。この辺がちょっと楽しいところですね。茶色というか、場所によってちょっと緑っぽく見えたりっていう、そんなケーソードです。はい。うちは洗面もトイレも収納の中もすべてケーソード。ビニールクロスは一切使わないっていう家作りをしています。はい。天井ですね。今回天井は、ツガです。ツガが貼られています。このツガ。これ、大工さんの苦労話でもあるんですけど、さっきのね、このシンメトリーっていうところを、こう、ツガを行きながら、このラインが全部こう行って直角に曲がりながら、この筋が全部通ってるっていうところやってます。大工さん苦労してました。これちょっと後でまた話したいと思います。天井はツガです。から、柱。これはちょっと変わった柱ですね。これ、アサメラっていう木ですね。アサメラっていう木をこう丸く、こう、整えてます。ブラックチェリーと同じように、ちょっと色がね、深い色なので、ちょっと大人のかっこよさを演出する柱でもあると思います。床、壁、天井。から今度は、ステップダウンリビングの部分ですね。ここなんかは、殴りのステップになっています。これは、レッドウォークを、こう、加工、スプーン加工ってやつですね、をしています。非常に足触りがいいです。で、ソファーの袖、ここね、さっき開くよって言ったやつですね。これもブラックチェリーですね。ブラックチェリーってこう、スルスルっていう感触なんで、これちょっと気持ちいいんですよね。で、レッドオーク。レッドオークはちょっとね、ザラザラっていう感触するんですけど、ここテレビラック、このベンチ、この辺なんかはレッドオークが使われています。で、これ、大谷石ですね。こう、正面の石、外と合わせた大谷石が使われていつつ、で、これテレブラック。この、これはちょっと朝っぽい生地ですね。が貼られていて、こう、収納になっています。ここはもう、こう、リモコンの赤外線が通るようにっていう素材ですね。で、ステップダウンリビングの、こう、床は、これ、ウールカーペットです。ホットカーペットさんのウール 100%。ふわって感じがするので、こう、ポンポンって入ってくると、あ、柔らかい。いいねって、ゴローンってしたくなりますね。はい。で、これ畳。畳も本物の国産の、イグサですね。を使っています。はい。で、この辺レッドオーク。この枠はタモを使っています。障子なんかは赤身の杉を使っていきながら、これ吉村障子ってやつですね。で、和紙は本物の和紙ですね。紙を使っています。はい。こっちもそうですね。同じですね。ソファーも園田石さんのソファー、ウレタンの座面に羽毛のこう背もたれ。という形にします。このソファーも非常に座り心地がいいです。生地はこれディナミカっていう生地ですね。ちょっとシックな今回色、小豆色というべきかな、紫っぽい赤茶色っぽい色を採用させてくれました。はい。この辺の家具、これも実際お節さんが買われたものですけど、これは今回宮崎椅子のテーブルです。ホオズキテーブルってやつですね。はい、を採用されました。で、椅子も全部宮崎椅子のシリーズでお客さんが購入されています。一脚向こうにね、シビルっていう椅子もお客さん実際購入されたものですね。あの、投資になったシビルですね。では、照明の説明をさせてもらいたいと思います。はい、照明。こちら、このダイニングのメインの照明。これ、パナソニックの照明です。今回ここに名作の照明を持ってくると、あえてパナソニックのこうね、円卓に対するこう同じような円の照明。で、内側がね、金色にこう塗装されてて、っていうものです。ここに、今度はこっちにソファーの頭元ですね。手元の方で、これ持ってきます。これ、アルトのゴールデンベルっていう照明ですね。これはもう素材感が真鍮でね、ですね。なんで真鍮とこの下のゴールドと合わせながら、高さなんかも合わせていき。これごめんなさい、話逸れてるんですけど、ちょっと、こここだわりの一つなんですけど、普通こういうペンダント照明って、こう、一番上に、こう、シーリングライトの引っ掛けるところとか、カバーとかがつくんですけど、それを今回見せてないんです。これエアコンの吹き抜けの、こう、リターンで戻ってくるところを一番胸につけてるんですけど、そこにカップつけちゃうとかっこ悪いんで、もうあえてこの天井裏まで線を貫通させて、この天井の裏で、結束している。それを点検口から天井入れば、後で交換とかもできるような状況を作ってあるっていうふうにしてます。なので、気づく人は気づきます。気づかない人は気づかないですけど、ちょっとこだわりとして美しく見せるっていうペンダントのぶら下げ方をしています。で、あと照明は、これがもう基本の照明ですね。いつも使っている、オーデリックのブラケット照明にしてあります。
から建築として作られてるのはこれとダイニングと今のゴールデンベル、これだけなので、あとはもう照明を足していくっていう考え方です。テーブルライト、スタンドライト、そういったものをこう追加していい感じの明かりにしていきたいよねっていうふうに言ってます。この辺なんかはね、実際もううちのモデルハウスで使ってるものです。で、今回一個仲間入りしたのがこれがフロスっていうところの照明ですね。スタンドライト、ちょっとそんなに背が高いやつではないんですけど、このさっきの壁灯と同じような感じのこう丸い優しい光をもたらしてくれるという、これで真鍮素材のこれフロスです。そんな照明計画ですかね。やっぱりこう多頭分散っていう考え方、ここは本当に照明を絞ってるのでよりシックな照明なんですけど、夜はやっぱ全部ついてるとそれなりの明るさをちゃんともたらしてくれるという、そんな照明計画になっています。あと空調計画ですね、のお話をしたいと思います。先ほどちょっとここから空気が戻ってくるんだよって話しましたが、住所の場合、平屋の場合は小屋裏にエアコンを設置してます。エアコンが小屋裏に1台ですね。今回は10畳用のエアコンを1台設定してます。その1台のエアコンが動いて、さっき言った子供室とか寝室とかからもフワーンと落ちるし、メインはこのリビングのこの格子の部分ですね。ここからフワーンと冷気が落ちてきます。で、その小屋裏の空気に戻るリターンがこの胸の部分ですね。天井の一番高いとこからこう空気がちょっと戻っていって、本体にリターンしていくという形です。これが、書斎だとか脱衣所だとか、こう物、家族収納なんかにも、こう、冷気が落ちるような作り方をしてあるので、こう各部屋にエアコンの1台の空気が落としてくると、落ちていって快適になっていくよという形です。今日、外多分27度とかある、それなりに蒸し暑い日ですけど、今、室内はこんな感じですね。24.1度、50% という湿度になっています。温度、湿度、両方そうなんですけど、温度を整えるのって簡単なんですけど、湿度がね、ここまで下げるのってなかなか難しい。もちろんまだ生活してないのであれなんですけど、こういったものをちょっと線熱検熱計算してこうやっていくと、ちょっといい湿度帯になっていく。 50% の湿度って非常にカラッとしてて気持ちいいのでね、はい、そんなのが家中全部という形です。あと床下エアコンですね。床下エアコンもこちらにあります。夏は小屋裏、冬は足元が寒いから床下エアコンですね。ここに床下エアコンが入ってます。ちょっと説明は割愛しますが、ここからこう床の下に暖かい空気を全部入れて、それがこう換気と相まりながら基礎の作り方で空気が隅々まで行くようになってる、そういう設計をして家中が涼しくなっていくよ。ここについてるエアコンは6畳の用のエアコンですね。普通の市販のエアコンです。普通に量販店で買えるような一番安いエアコンの6畳用が1個ついている。上についてるポヨルエアコンも同じです。10畳用の普通のエアコンですね。そんな冷房計画、暖房計画になっています。こうやってエアコン本体が見えないっていうのは、冷たい風も暖かい風もそうなんですけど、体に直にその風を感じない、それが一つ一番大きな特徴かなと思います。このうちの性能 UH で 0.27 という数字が出ています。玄関が製作ドアなのでね、そこでちょっと数値下げていますが、もう断熱性能はいつも通りの性能 0.27 です。 C1 は実測値で 0.1 という数字が出ています。最高値ですね。うちの受注賞のスタンダードな性能がこういう涼しさを実現しているという形になっています。では最後、外ウッドデッキ半外空間ね、外出てみましょう。このノルドすごく大きくてごっつい重いそうなサッシ、性能のいいサッシなんですけど、非常に軽いんです。こうなりました、シュッとやっても開いていくぐらいですね。これもまた操作性の良さっていうのもあると思います。はい、はい、出てきましたウッドデッキ。ここも広くていいですね、この半外空間。やっぱ日差しがある屋根があるってこう落ち着く空間になりますね。そうで、こうやって風を感じながら、この景色を感じながら、いい場所です。あ、さっきのね、格子の網戸が引き込まれるここなんかには、戸箱ってやつですね。こう昔の雨戸が入るようなものもこの辺に作り付けられているというふうになっています。今日のルームツアーはこれでおしまいになります。いいですね。いい風が通ります。風が緑を揺らしてですね、心地よいです。はい、それではこれでルームツアー終わりたいと思います。またいいねとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。はい、恒例の裏トーク、大工さんの苦労話をいきたいと思います。この天井ですね、
普通天井ってもう軽く張っていくと、もう1日張ってればもう普通に全部終わっちゃうってなったんだけど、ここはもう大工さん1週間とかそのぐらいかけて天井張ってきた。何が大変かっていうと、この板割りなんですね。板の割りが天井のこの保存箱みたいな感じになってて、こう均等になって、シンメトリーのデザインですね。それに対してまず張り出しはこの胸なんですね。胸がちょうど壁の真ん中になってます。真ん中からスタートなんで、もう左右均等に割れてるんですけど、向こうも同じなんですよね。同じように角度がつながっていかなきゃいけない。で、一番苦労してるのがこの斜めの登り方なんですよ。これ純粋にここは45度だけど、角度がついてるのにさらに難しい。それに対して木の長さがあります。割りがあります。左右対称なので、まずこの90度に集まると、この木がしっかりと等間隔になるように割り付けられてるんです。それがこっちとこっちが同じ割り付けになってるんですよ。こっちもこっちも折り付けということは、この真ん中も当然割れてて、これがさっきの胸の一番高いところとピーッと線が通るようになってるんですね。で、ここ45度で上がってたのとピタッと合わさるっていう風になってます。これできちゃうとものすごく綺麗で、何とも思わないっていうところなんですけど、これを実際作るのってものすごい大変なんですね。木ってこう何ミリっていう幅で加工されてきて、加工されてくるって言葉で言うと同じなんですけど、実質の木はやっぱりコンマ何ミリ違ったりとか、実際木が曲がってたりとか、そういうのを整えながら、ちょっとのバランスをこううまく一枚一枚を調整して綺麗に収めていく。結果線が全部綺麗に通るように収まる。さらにそれでいて、天井のこのライン、カモイのラインとこっちのカモイのラインが揃っていく、全部がぐるーっと天井の高さが揃う、こっちもがうぐるーっと一緒ですよね、揃っていますよ。で、この辺なんかもそうなんです。木の板と天井の板、こっち側の塗りと珪藻土がピタッと綺麗に揃うようになっていく。この辺の三角も全部そうなんですよね。綺麗に天井と三角が収まってて、枠が綺麗に収まってる。そして極めつけがここなんですね。水平の部分とこの斜めの部分がピタッと揃ってるんです。これ別々、一個の木を曲げてるんじゃなくて、別々の木を角度加工、こう加工してピタッとくっつくように加工してくれてるんですね。これは美しい。なかなか大変な仕事です。僕は怒られました。こんなやめてくれなんて言いながら、でもそこにやりがいを感じて、こう綺麗に収めてくれる、そんな大工さんは樹樹賞の誇りです。チーム樹樹賞最高ですね。まあ本当に長いことやっててくれたんでいいです。だからこそ綺麗に収まる。いつものごとくに、あの苦労がわからない、こう綺麗に収まったら収まった方が、この苦労がわからないんですよね。だから大工さん的にはつまんないって言いますけど、でも綺麗だから苦労してんだよねっていうのは僕は分かってますので、はい。そんなちょっと苦労話も見ながら、だからお客さんはね、その辺は関係なく、あ、なんか美しいなって見えれば、それで正解なんじゃないかなと思います。はい、そんな裏トークでした。おしまいです。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみください。失礼します。